皆さん、新年明けましておめでとうございます。赤妻由真です。あのですね、あのー、私、えー、まあ、2016年入りましたけども、1ヶ月じゃない、1ヶ月以上動画お休みしてました。まあ、それなぜかっていうと、単純に、あのもう、すっかり忘れてたっていうやつです。えー、ほんとすいませんでした。もう、 実は受験が近いんですよ。私今中学3年生で高校受験をもう控えていて、あと43日です。今の時点で。えー、今日はですね、一、えー、1月25日月曜日なんですけども、今日の時点で受験まで残り43日なんです。かなりね、やばいところまで来てて、正直今もう本当にずっと勉強してるような状況です。去年の年末に撮った動画が何本か、えっ、ー、と、まだ編集してない状態で残ってるんで、それを編集して、 えー、まあ YouTube に、えー、この動画を公開した後ぐらいにね、また来週あたりに、また、えー、随時投稿しますが、えー、その動画もですね、確か2、3本ぐらいしかないんですよ。で、えー、その動画を最後に、まあ、最後に出す動画は何の動画かわかりませんけども、それを最後にですね、あのー、ちょっと YouTube での活動、えー、動画ですね、少しお休みを撮らせていただきたいなと。 思いますこの動画もすごい手でカメラ持っててブレブレの状態なんですけどもすいませんね。本当はちゃんとした感じでお話ししなきゃいけないんだけどちょっと本当に今もやばい状況で今勉強を切り上げて動画撮ってる状況であのー、まあこれは絶対皆さんに言わなきゃなと思って。 あの、私の動画をいつも見てくれてるリスナーさんから最近動画出てないねって言われるまで本当に気づかないぐらい追い込んでたりとかすごいしてて最近やっぱ生活リズムとかも悪くなってあの風とかも引いたりとかまあ私のツイッター見てる方はわかると思うんですけどちょっと風とか引いたりとか色々あって本当にやばい状況で もう正直動画を撮ってる場合じゃないっていうくらいなんですよ。2月の初めぐらいまでは多分動画が出ると思いますので、えー、それを最後にですね、あと2、3本多分出ると思うんで、それを最後に、えー、まあ3月の上旬ぐらいまで、ちょっとしばらく YouTube での活動はちょっと控えるというか、まあ、活動休止、動画をお休みさせていただきます。えー、よろしくお願いします。ということで、新年1本目の動画って普通さ、 こう頑張りますみたいな目標とかやるじゃないですか。もう私は新年一発目、明け嫁からのお休みしますっていう、あれで本当にすいませんね。えっ、ー、と、これから本当に、ま、頑張っていきますので、え、いい結果をね、皆さんにも、え、お知らせできるようで私も頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。See you next time!